皆さん、こんにちは。ということでですね、えー、本日はタイトル、サムネイルになっている通りね、まあ、エンゼルスが第一歩、補強の第一歩をね、踏み出したということで、まあ、そちらをね、ご紹介していきたいと思いますけども、まあ、個人的にはとりあえず、まあ良かったかなと、うん、いうふうに思ってますね。で、まあエンゼルス、えー、この前ね、ご紹介した記事にあった、まあ一人ですけども、えー、タイラー・アンダーソンと契約ということで、 えー、3年で39ミリオン、えーまあ、3900万ドルの契約を結んで、まあ年にすると、えー、13300、えー、万ドルという形になります。で、まあこのオフにですね、エンゼルスが行った最初の動きですということで、まあなかなかね、えーまあ、4 2枠の話は後でしますけども、それもやらなくてどうするんだろうなって思ってたんですけども、 まあ、とりあえずその FA で取ってきたという、ねえー、初動というか、えー、最初の動きは、まあ、今回がこれが初めてということでね、うんでまあ、エンゼルスがです、ね、アンダーソンと契約したことはまあ非常に理にかなっており、まあ、条件も、ね、非常に公平ですということで、えーまあ、3年3900万ドルということですよね、うんでまあ、結局ですね、えー、この前ご紹介したょうり、ね、それなりの値段で まあ、こう、取れる選手というところ。そしてまあ、うん。ただ左っていうのはありますけどもね。まあ、それなりのね、値段で取れる、まあ、先発ということでいいのかなっていうのと。ただまあ、あと、ね、クオリファイングオファーを受けてるので、まあ、エンゼルスは再び二巡目指名権を、まあ、失うことになりますと。でまあ、去年もシンダーガードで失ってんですよね。確かね。うん。なので、まあ、要は、 ね、この先のことを考えるのであればね、エンゼルスにとって、この先のことを考えて、まあね、マイナーの、ねえー、厚みっていうところを持たすんであればね、なかなかちょっと、うん、よくはないかもしれないんですけども、まあ、それは、ね、置いといて、まあ、やっぱり勝負に出るのかと、うん、それなりに勝負に出るというか、まあ、ペリーちゃんとしてもこう、まあ、今を、ね、生きるということで、まあ、自分はもう、ね、将来、 まあ、2年後とかいないでしょうから、多分ね。うん。まあ、今を生きるというところで、まあ、ドラフト2巡目指名権より、まあ、アンダーソンということでね。まあ、まあ、いいんじゃないですか。うん。で、まあ、シンダーガードとはね、1年契約の、まあ、えー、契約で、結局ね、その2巡目指名ですか、取られちゃってるってことなんですけども、まあ、とりあえず、まあ、3年の契約ということなので、 まあでもね、よく3年出したねっていう感じですね。うん。先発ピッチャーに3年とかって出してないよね、このところね。で、まあ、えー、ループに、まあ、3年っていうか、オプションの3年ですよね、ループはね。だから、まあ結局、結果2年契約みたいなもんなんで、3年って出すんだみたいなね。ちょっとその辺の驚きありましたけども、うん。まあでも3年で出して、 まあ、取れたっていうのはまあ非常にね、えー、最初の動きとしてまあ良かったかなと。ただですね、まあこのアンダーソンが来ますと。で皆さんまあね、やっぱちょっと盛り上がってると思うんですけど、まあ今のところ彼が、えー、先発2番手だろうっていう感じですね。うん。なのでまあ昌平がまあそのままいて、えー、彼が2番手。でまあサンドバル、えー、とかね、スアレスとかデトマーズとかがいて、 っていうところなんですけども。っていうことは、まあ、これ以上の先発は、まあ、おそらく来ないんじゃないかっていう、今のところの予測。うん。だから、まあ、1300万ドルっていうところで、ただ、まあね、えー、1年契約の1300万ドルっていうか、まあ、1年契約のね、1300万ドルしかもらえない人っていう選手、まあ、単年 FA おじさんってこれ、まあ言いましたけど、その辺しか取れなかったというよりかは、まあ、3年契約をね、 こう上げないと取れないところの選手を取ってこれたという意味では、まあ、ちょっと価値は違ってくると思うんですね。うん、しかもそれが、まあ、エンゼルスに、ね、来てほしいので、えー、市場より高く払って来てもらったというよりかは、えー、前回お伝えした通り、彼の,そのーマーケットバリューとしては、まあ、1300万ドル、まあ、13.6でしたかね。うん の3年契約で、まあおよそ4000万ドルぐらいの契約だろうっていうマーケットバリューが出てたので、まあそれとほぼほぼ同等ですよね。3900万ドルなんで、ちょっと安くなっちゃったぐらいだと思うんですね。うん。なので、決してこう高く金額を払ってきてもらったんじゃないので、そこもまあプラスいいのかなと。うん。余計なね、えー、それ以上のまあなんて言うんでしょう。 価値がないって言っちゃ失礼なんですけど、例えばね、えー、1500万ドルで取ってきたらちょっとね、払いすぎじゃないかっていう話にはなっちゃうんですけど、まあ公平な、ね、取引とさっきね書いてあった通り、まあ1300万ドルの年で取れてるっていうね、まあ3年は払いますけど、年で取れてるっていうのは、まあ非常に良かったんではないかなというふうには思っておりますね、個人的にはね。うん まあただですね、先ほど言った通り、まあこれがピッチャーの補強、まあ先発ピッチャーの補強のピークかもしれないということで、まあこの後2000万ドル級のところを取ってくるかって言われてちょっと、うん、今のところそうは見られてないのかなっていうので、ただまあこの早い段階で、まあまりもんではなくて、まあそれなりに記事に出てた選手なので、まあそこ取れたから良かったんじゃないかなとは思いますけどもね。うん ただその、まあ、左っていうところですね。皆さん、ま、コメントにもあったけど、左がいっぱいいちゃうっていうの、まあ、ね、それは一つあるっていうのと、その二巡目指名権がね、なくなるっていうところですか。うん。この二つのデメリットかなっていうところですけど、ただま、左、左って言ってもね、うん。結局エンジョスとしてもね、右左関係なくて、良さげなところどんどんアプローチしていって、どっか取れるかぐらいでやっていかないと、やっぱりね、うん、取れないと思うんですよ。 WBC のチケットの抽選みたいにね、うん。右とか左とか気にしてね、やってたらまあ全然来てくれなくなっちゃうので、まあもう左がね固まっちゃうのはしょうがないとしても、まあそれなりにね、えー、名前の上がってたところが取れたので、まあ良かったっていうのと、まああと一つね、えー、まあこう左が並んじゃいましたっていうことなんですけども、えー、そうなってくると、まあ今5人決まったような形になるんですよね。うん だからやっぱりもう一人右を、まあ先発5、6番手っていうところで、まあ欲しいなっていうふうにはなってくるんじゃないかなと、うん、いうふうには思いますよね。えー、昨日ですね、記事に出てて、まあご紹介したと思うんですけど、えー、ストリップリングですね。うん。まあ右で、まあ先発ともしくはリリーフもいけるよねっていうところで、まあ今日もね、だからこの左を取ったということで、まあ、やっぱ右必要だよねっていう話で、 ま,あまたね、えー、彼の名前っていうか記事が出てます。うん、アンダーソンとの契約後に追加する、ね、ピッチャー一人ということでね。うんまあ、昨日お伝えしたけど、また今日も出てきてるっていうところでね。うん、なので、翔、ま、平、あ、にね、次2番手のスターターになるのは、まあ、アンダーソンですけども、その他でね、うんまあ、そのストリップリングが、まあ、5、6番手で ててくれてまあとはこの前ね、この前昨日か、トレードで紹介、トレードの話でね、出た、えー、グラスノも右ですし、まあ、彼はトレードのね、で取ってこないとダメですけども、うん、あとはまあそのね、ロレンゼンと再契約パターンとか、まあ、だからロレンゼンと再契約パターンで、 その先発確約みたいな形じゃなければね、うん、いいんじゃないかなリリ。もしかしたらリリーフもっていうところでね、うん、契約するんであれば、まあそのね、ストリップリングもいますけども、まあロレンゼンでもっていうところはあるのかなと、と、うん、いうふうに思います。なので、とりあえず、まあアンダーソンがね、左ですけども、まあね、その辺でちょろちょろっていう印象よりかは、まあいいところを取れたんじゃないかなと思います。 まあ、ただね、その15章とかっていう、まあ、ちょっと15章っていうのがでかいからね、うん、イメージ的というか、まあ、普段ね、価値は関係ないって言ってる人間がね、サムネで15章ってデカデカと書くのもあれなんですけど、まあ、なんて言うんでしょう、目立つは目立つじゃないですか、15章ってね、うん。なんですけど、まあ、その、なんで安いかってね、うん、15章でね、母月が 2.57? うん。 で、178イニングとかって投げてくれて、まあその前の年も167は投げてんだよね。まあ僕率はそんなに良くないですけど。なので、まあイニングは食えるんですよ。なんだけど、まあ、で今年良かったわけですよね。なんだけど、まあ13、1300万ドル年しかこう、まあ、予測されてなかったっていうのは、まあおそらく、まあ年齢的な、まあそんなに若いわけでもないしっていうのもあるし、 多分今年の成績っていうのはまあいろいろね、いい方向に行って今年のが出たんだろうって思われてるんだと思うんです。うん。また来年もこれ出すって言ったらもうちょっとね、金額が上がっててもいい気がするんですよね。うん。でまあドジャースっていうところもあったのかなとは思うんですけど。うん。だから個人的にはね、そのまあ良かったっていうか、うん、お得だったって思うし、お得だったと言われてるんですよね。うん。 で、まあ来年は、まあこれよりはね、もう成績はまあちょっと落ちるだろうとは言われてるんですね。それもまあでもやってみなきゃわかりませんけども。ただそのシフトがなくなるっていうのと、まあそうなっていくと三振を取るピッチャーの方がね、まあ良くなるんじゃないかっていうのもあるので、まあその辺も含めてですし、まあ今年がまあ良すぎたっていう予想もあるのかな。うん。まあわかりませんけども。ただまあ悪くなったっつってもね、僕別3点台ではいけるんじゃないのって思うので、 で、イニングを食ってもらえれば、まあいいよねっていうとこなんでね。うん。まあだから、1300万ドルの3年契約。ただまあそのね、3年後の、3年目がどうかとかわかんないんですけど、まあ来年に関して言えば1300万ドルだったらね、今年の成績から来年を見るんだったら、まあお得じゃないのっていう感じかなと思うのでね。うん。まあよく3年契約出したよねって思いますね。うん。 まあオーナーナが、OK、したんでしょうけどもね、うん、ただまあこうなってくるとねもともと3年契約とか出してたのに来てもらえなかったのか今年まあなんか行っちゃえみたいな感じですね出してたのかどっちなんだろうって思っちゃってね、うん、まあ、だから今年行っちゃえって言って3年契約とか出し始めてんだったらまあいいんですけどずーっとねそういうまあ3年とか提示してたのに来てもらえてなかったんだったらちょっと悲しいよねっていうのは思っちゃいましたね、うん あとまあ、彼、アンダーソンさんにとっては、そのね、ドジャースに行ってエンゼルスなので、まあなんかそんなにね、激しくこう、まあ家を移動する必要もあんまりないのかなと思いますし、遠くに行く必要もないし、でまあドジャースで、まあそれなりにいい成績というかね、まあ気候とか、まあそういうところでいい成績だったので、まあ、ね、近いところなので、まあそれもいいのかなっていうのと、まあ彼はいろいろとこうね、えー 一年一年こう、ジャイアンツ、シアトル、ドジャースとかって渡り歩いてきてるので、やっぱりね、一年一年じゃきついですよね。うん。だからまあ3年一応契約もらえて、まあそこにね、えー、いい成績を出した、まあ土地柄みたいなところに、こう3年契約をもらえたっていうところで、まあエンゼルス来てくれたのかななんてちょっと思ってるんですけどもね。うん。だからそういういい感じののがね、合致してお互いにいい感じの、まあちゃんと、 公平ななな払いいすぎてない契約を取れたたのかととはちょっと思っ思んですけどもねまあでもね、どういう動きをするのかなっていうのはね、ちょっと最初の動きどうだろうっていう話をしてたと思うんですけど、まあ前回もね、シンダーガードが確か一発目だったような気がするんですけど、ほぼほぼ大きいところはね。うん。だからまあ今回も、まあアンダーソンさん、まあ一発目ということでね、まあ初動は良かったんじゃないのっていう感じですね。ただね、 去年はその後ちょっとなんかイマイチだったんですけども、まあ、今年はそのここから続いてねロックアウトもないのでここから続いてまあどうなるのかっていうのはまあちょっと楽しみではあるかなと思いますねなのでとりあえず初動としてはエンゼルス良かったんじゃないかなという感想です、えー、続いてですねまあ最近ずーっと言ってるね42枠のロースターのね整理どうすんだよっていう話でね、うん ずっと言ってますけども、えー、今日、まあ、ようやくね、えー、やってないところはどんどんやり始めまして、エンゼルスもやりましたと。で、まず DFA にした人、えー、トゥーさん。で、ナッシュ・ウォルターズ、えー、ロブ・ザストリーズニーというところで、まあ、ウォルターズとザストリーズニーはまあ、そうだよねと思っててましたけどもね、うん。まあ、トゥーさんも行ったがって感じでね、まあ、しょうがないですね、この辺はね、うん。で、 ただですね、あのそのプロテクトをするっていうね、ところ、うん、の、えー、予想してたところが全くプロテクトされなかったという形になりました。うん、で、追加されたピッチャー2人が追加されたんですけども、えー、コルドン・イングラムと、えー、ホセ・ソリアーノという2名がプロテクトで42枠に入ったと。 で、まあ、え、イングラムさんは26歳の左ピッチャーということで、まあ、そこまで高く評価されていたわけではないんですけど、えー、WA で今年良かったのかな。うん。50試合投げて、2.67、5月2.67ということで、まあ、リリーフなんだと思うんですけど、必要に応じては、まあ、まあ、複数イニング行くというところで、うん。まあね、なんかちょっと成長したのかな、今年ね。うん。 ということだと思います。で、二人目がですね、ホセソリアーノで、まあ彼はね、ルール5でエンゼルスから出,出されたというか取られたんでね、エンゼルスに行って。で、前はそれなりにエンゼルスの中で、えー、13番目かなのプロスペクトだったらしいですね、エンゼルス内の。で、2020年のルール5で、パイレーツに全体1位で取られちゃったというところなんですけども、まあトミー・ジョンとかしたので、結局、まあ、 あの、ルール5ってね、取ったら、まあ、その中に入れとかなきゃいけないんですけど、まあ、お返ししますみたいなパターンもあるわけですよね。うん。で、まあ、トミー・ジョンとかして投げられなかったから、まあ、エンゼルスに戻ってきてたみたいですよね。うん。で、まあ、彼に関しては、まあ、来年ね、いきなり出てくるみたいな話ではないらしいんですけども、まあ、 最速99マイルということで書いてあって、まあこれがね、手術した後に出てるのかっていうのはちょっとわかんないんですけども、もともとそういうポテンシャルはあったということなんでね、マ、う、イ、ん、ンゼルスにその速い系のピッチャーがあんまりいないので、まあね、上で投げられるレベルになってくるんであればいいかなと思いますけどもね、うん、なので、まあとりあえずこの2人を、ピッチャーをまあプロテクトしたと。で、個人的にね、アダムスとかジョンソン、 ま、この2名、まあ、そのエンゼルスの、えー、プロスペクトランクでも30位以内に入ってる2名がいたんですが、まあ、そこはね、入んなかったんですよね。だからちょっと、まあ、他のね、予測でも、まあ、ここのさ、この2名プラスもう1人ぐらいかな、はま、入るだろうと思われてたんですけど、まあ、意外と入んなかったということでね、まあ、これは、どうなんでしょう。まあ、外っていうのが出てきましたと。 あとはまあね、ネトさんがショートでいますと。で、外野はまあアデルとモニアックがいて、まあどっちもなんかね、レギュラーというところまでは行ってなくて、まあそこもね、あの、使えてると、上がね。うん。で、アダムスなんかもね、期待されてはいたはずなんですが、まあマイナーの成績もちょっと今一つっていうところでまあ伸び悩んでいて、で、結局その上にアデルがいて、 で、まあ、アデルが下にマイナーで落ちたときは、まあ、アデルはそれなりに打つんですけども、まあ、そのアダムスと比べちゃえばね、アデルの方が全然打つんですよ、マイナーとかだったらね。で、それがメジャーに行って苦しんでるんで、まあ、アダムスがね、メジャーにどうかって言われると、まあ、より苦しむだろうっていう、まあ、思いもあるのかなって思ってね、うん。普通にね、プロテクトすると思ったんですけど、ね、しなかったということで、うん。 まあヤシはまあ上が使えてるし出てきたしいっかっていうのでまあそのリリーフとかそっちで使えそうなピッチャーをまあ囲っといたという感じかなと、うん、今ねエンゼルスの,その40人枠の話ですけどもね、まあ、あのその他でね、えー、ウェイスとかねこの辺も残ったっていう感じでね、うんまあんまり、ね、投げてないんで、まあ、いまいちどうかわかんないんですけども まあ、とりあえずね、12試合とかしか投げてないので、最後の方ね。うん、彼らもこう、ね、えー、DF になった選手たちとね、一緒にこう、落ちるレベルっていうか、うん、候補ではあったのかなと思ってたんですけどもね、うん、残ってるということでね。なので、まあそのね、野手をこう、プロテクトするよりか、ピッチャーを囲い込もうっていうところだったのかなっていう感じは、まあ、しますし、まあ来季に向けて、 ま、その野手を入れとくよりかは、ま、使えそうなところを入れといたという感じで、え、ま、リリーフですよね。うん。ま、より、ま、補強するのかどうかわかんないですけど、よりね、その自分たちの中でも厚みを出しておこうという感じなのかな。うん。ただ、ま、それでプラスでね、あの補強してくれないと、ま、結局ね、意味ないと思うんですけども、ただ自分たちの、ま、手持ちも、え、ま、一応厚みを残しておこうっていう感じで、 ピッチャーの方を2人まあ、プロテクトしたのかなというところと、まあ現状そのね、アダムスとかジョンソンとかと比べて40人枠にいる選手と比べたときに、まあそっちをね、40人枠にいる選手を残していた方が、まあいいという判断ではあったわけですよね。うんなのでまあこういう形で3人 DFA になって2人プロテクトでまあ1人その 4十二枠の話で言うと、1人ね、アンダーソンと契約したので、まあ3人 DFA にしたという形かなと思いますけどもね。うん。なのでまあ、ベラスケは一応今のところ、えー、キープされたっていう形になったんとは思うんですね。今のところね。うん。なのでまあ、ベラスケファンの方は、えー、とりあえず、そのね、4十二枠整理とか、この辺に関しては、えー、ベラスケはセーフという形になりましたと。で、あとはね、その DFA になったのはまあまあ、 そんな感じの人たちかなっていうところで、まあ、今日はね、その42枠、えー、整理というか、プロテクトする、まあ、期限だったのでね、えー、エンゼルスはリリーフ、ピッチャー2人を入れたという形になったということになります。えー、続いてね、ヤンキースがリゾと再契約ということで、えー、2年3400万ドル、えー、なので、まあ、1年1700万ドルですかね。うん で、3年目は、え同じく1700万ドルのえクラブオプションということで、まあ、ヤンキースが選択できるわけですね。うん。で、まあ、リゾットしてはね、えー、プレイヤーオプションがあって、えー、クオリファインオファー1965万ドルを断って、まあ、1700万ドルの2年契約という形でね、まあ、複数年っていうところをね、うん。 まあ、単年でいけば、そっちの方が高いオファーはあるわけですけども、うん。まあ、複数年っていうところ。そしてまあ、ね、1700万ドルのクラブオプションということで、うん。まあ、ヤンキースとしても、まあ、リゾとしても、まあ、良かったんでしょうかね、うん。なんか、リゾもヤンキース気に入ってんのかなっていう感じはしますよね、うん。なんか、再契約望んでる感じもあったし、 まあ、早いとこ決まったなっていうふうに、まあ、思うと、まあ、もう、基本的に長期、長期というか、複数年のこのぐらい出してくれれば、まあ、普通に残るよみたいな、うん、状況ではあったし、まあ、ヤンキース好きなのかなって感じですよね。うん。で、この前ね、アストルズが取り行くとかね、感じで書いてあってですね、まあ、そうなってくると、まあ、ヤンキースとしてはパワーダウンしちゃうしっていうところでね、うん。 どうなんでしょうって話でしたけども、まあ、ヤンキースとしては、まあ、無事ね、えー、望んでいた通り、まあ、再契約できたのかなと思うのでね、まあ、良かったんではないかと思います。で、とりあえずファーストを埋まりましたので、まあ,あ、とはジャッジですよね、まず。で、あと、レフトとかね、うん。まあ、その辺を、どうするかっていう話になってくるかなとは思いますけどもね、うん。で、あと、まあ、ピッチャートレードで取ってきたりするのかな。 ま、その辺もあるかなと思うんですけどもね。グレーバー・トーレスとかね、話題に上がってますけど、マ、ま、ー、あ、リンズと。うん。なので、まあ、わかんないですけどもね。まあ、とりあえず次、ジャッジが話題で出てくれば、まあいいかなっていうふうには個人的には思いますけどもね。うん。とりあえず、リゾと、えー、2年、そして3年目は、プレ、あのー、クラブオプションがある契約を結んだということで、再契約できましたと。えー、続いて、テリー・フランコーナーと、 爆笑ウォルターがマネージャーオブザイヤーということで、今日はね、監督賞の発表でしたけども、このね、お二方、ガーディアンズとメッツの両監督ということで、まあ、決まったという形になりました。おめでとうございます。そしてですね、パドレスがニック・マルティネスと3イヤーディールということで、まあ、3年契約ですね。 でまだね、正確な金額は出てませんけども、まあ、それは前回のね、その、金額よりは高いだろうということで、まあ、書いてありますね。で、パドレスとしては、まあ、彼もそうだし、ねえね、ー、この前、スアレスとまあ再契約ということでね、うん、まあ、囲い込みというか、まあ、そのまま再契約ということが、パドレスではね、結構起こってるなという感じの印象ですよね。 ということでね、えー、まあ、今日はエンゼルスの初動としては、まあ非常に、まあいい感じでスタートしたという形。ただまあ、これがピークにならないように、あと先発の右ピッチャーでリリーフ、そしてまあ内野に、内野外野で集めようっていうところで、まあそれが全部できれば、えー、とりあえずいいかなとは思うんですけどもね。うん まあその一歩としては、まあ、左ピッチャーというところはありますし、えー、ドラフト指名権はね、なくなっちゃうっていうのもありますけど、2巡目の指名権がね、うん。ただ、その辺のちょろっと補強よりかは、まあ、そう思っていたところでもあったので、ちょろっと補強じゃないかなっていう、ではなくなるかなっていうところはね、ちょっと今日、まあ、初動でね、えー、見られたと思うので、 まあその点はまあ良かったのか,のかなと思いますし、まあ将兵を残して、まあちょろっと補強でっていうのが一番非常にね、一番嫌なので、まあとりあえずはね、うん、初動としては OK かなというふうに思いますしね。うん。まあ皆さんもちょっと、まあどれぐらい盛り上がったわかるかはね、わからないんですけども、まあ一応ね、名前に一時名前が出ててね、動画でも取り扱ってる人と契約したので、 まあ、良かったかなとは思ったかなと思うので、うん。とりあえず次の動きに注目という形でね。まあ、まあ、この後もね、やっていきたいと思います。ということでね、えー、本日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター,ロー、ロコメントよろしくお願いします。では、終わります。えー、こっからね、雑談ということで。まあ、今日はですね、まあなんか犬がね、えー、お腹の調子が悪いらしくてね、このところね。 夜中に何回もね、トイレに行くっつって起こすんですよ。だからもうほんと今日1時間起きぐらいに起こされてね。まあ、そんで朝ちょっと病院ね、行ったんですけどもね。うん。寝不足ですということで。まあ昨日なんか動画出して、動画のね、エンディングの後になんか画面暗いのが入っちゃったみたいなことでね。なんかよくわかんないんですけど、入っちゃったみたいでね。うん。そこはまあ雑談コーナーじゃなくてもあれ動画を終わって たーっというかなんか暗くなってね、うん。コメント見てから、まあ、昨日映画見てたりしたんでね、すぐに確認できなかったんですけど、ま、あ家ね、えー、夜帰ってから見たらなんか暗いのがね、入ってて、まあ、なんで入っちゃったかわかんないんですけどもね、まあ、そんな感じで、昨日はだから雑談がね、えー、もう取れなかったので、えー、スタバ行きまし、あの、ロースタリー行きましたっていうので、まあ、あれで終わりだったんですよね、うん。動画としてはね。 で、なんかその後になんか変なのが入っちゃったみたいでね。で、今日はね、まあ昨日そのスタバロースタリー行きまして、で、まあ川沿いなんですよね。うん。だからまあその川沿いの話この前しましたけど、えー、ね、すすりなく女の人かと思ったらね、えー、鼻すすってるちっちゃいおじさんだったっていう話を、まあちょうどね、川沿いを歩いてたんでね、 それの話をしながらね、歩いて行ったんですけど、スタバのね、ロースタリーまで。で、まあ、なんで行ったかって、あそこはクリスマスの、なんて言うんでしょうね、バージョンっていうか、うん、内装とかもクリスマスになってるんですよね。うん。で、まあ、いろんなグッズも出てるし、まあ、豆もね、クリスマスブレンドの、その、リザーブって言ってね、まあ、ちょっと高いのがあるんですけど、それが入ってたりとかしてね、うん。 なので、まあ、久々に行ったんですけどもね。で、まあ、スタボのね、ポイント、普段買ってると、まあ、スターバックスカードで買うとね、星、スターだっけな、スターが溜まってね、ポイントがついていって、それ引き換えると、700円引,引きになるチケットがもらえるんですけど、まあ、それがね、常時10何枚僕ありましてね、使わないんで、なかなか。で、ロースタリーとかにね、その高い豆を飲むときだけに使ってるんですけど、 まだから昨日はね、えー、ロースタリー行って、えー、コーヒーがね、えー、まあ、ロースタリー乗って全部メニュー高いんですよ。1000円ぐらいするんですよね。コーヒーが2杯ですよね。で、あのー、お昼のパンを1個ずつ買って。だからまあ、普通にお金払ったとしたら4000円ぐらいかかるんですよ。まあ、それをチケットを使って、まあ、2人分、その4000円が1000円ぐらいになったかなって感じで。 まあできたのでね。まあ非常にこういう使い方がいいと思うんですけどもね。まあ昨日は久々に行ってきましたと。でですよ、グッズのとこにね、今スノードーム、あのね、クリスマスとかによく飾ってあるスノードームっていうのがあってね。それの、まあスタバのロースタリーの豆がれ入ってるとこかな。まあなんかね、シンボルみたいなのがあって、それのスノードームがね、6000円ぐらいで売ってたんですよ。 で、まあいいなぁって思ったんですけど、あんまスノードームね、欲しくないんですよね。うん。それだったらその、なんて言うんだろうな、模型というかでっかいフィギュアみたいなね、置物の方が欲しいなぁって思ったんですよね。それ、そういうのはないんですけど、スノードームにするんだったら、そういう方を作ってくれたらそれが欲しいなって思ったんですけど。で、まあいろいろとね、えー、マグカップとか、いろんなものがですね、えー、クリスマスバージョンのも売ってたりして。でね、 その上にね、なんか、アートっていうか、絵かなんかわかんないんですけど、飾ってあるんですよ。アートみたいのがね、クリスマスの、えー、ブーケリースか。リースの絵がね、飾ってあってあ。これいいじゃんって思ってね、うん。5万5千円とか書いてあってね。いやー、欲しいなって思いましたけど、ちょっとね、5万5千円だからね、あ、買おうとは思えないしね、いきなりね。で、まだね、 まあクリスマス最後の日ぐらいまで。だからちょうどクリスマスの日までは一応売ってるらしいんですよね。うん。だからまあちょっともう一回ぐらいね、あのー、飲みたいね、豆もあったし、もう一回ぐらいね、近々行こうかなと思って、まあ何もね、グッズは買わずに、まあ、また次行った時に考えようかなと思って、帰ってきたんですけどもね。うん。いや、でもその絵いいなと思っちゃってね。あんまりね、うん。 えとか欲しいかなって思わないんですけど、それは結構いいじゃんと思って、クリスマスのね、時期になったら毎年飾ればいいじゃんみたいなね、うん、感じで思いまして、ちょっと次行ったら買おうかまた迷っちゃうかなって感じでね、うん。ただまあ5万5千な、まあ5万円ってことでしょうね。5万円とまあ消費税で5万5千円ってことだとは思うんですけど、まあそれなりにやっぱ高いからね、うん。まあ絵はもっと高いのは高いですけど、うん。 まあでもちょっと悩んじゃったなっていうところでね。まあでも昨日は久々に行ってね、えー、楽しかったですし。で、その後、あの今ね、ブラックパンサーの映画が始まりましたので、それを見てきてですね。うん。まあ昨日は一日、まあ忙しくてですね。結構、タイトスケジュールの中で、えー、間に時間でちょっとね、動画撮って編集してっていうことで。まあいつもね、まあまあタイトな感じでやってるんですけど、昨日はよりタイトな感じで。 で、なんかそれでね、やってたからちょっと最後の方ね、黒いとこ入っちゃったのかなと思ったんですけどもね、まあ昨日はその雑談はなかったということでね、うん、まあ今日はちょっと入れておいたという形で、えー、これでね、今日も終わりたいと思います。まあとりあえずね、演説としては、初動良かったかなという一日で、え良、ー、かったんではないかというところで、これで終わります。